まりましたゼロイチファミリアを褒められたい。今夜もよろしくお願いします。しますはい、お願いします。今日もよろしくお願いします。あと本当にあの僕言ってますよね常々、スキャンダルやめてくれって。林さん本当にあのやめてくださいね本当に。あなたあなた浮き名を流すのやめてもらえます。いやマジで女版日野翔平やさんすごいよねあなた本当に。一番問題児かもしれない確かに。本当ですよ、ほんまに。なんですかね今回も YouTube ゼロイチ TV で堀田課長に褒められるべくメンバーが頑張ってきた動画をチェック。今回ですね、私とアンジェとひかりちゃんがドッキリを仕掛けられました。久しぶりよね、ドッキリ企画も、はい、そうですね。この3人が受けたのはドッキリの内容が書かれた資料を直前に見てしまったらどうするというドッキリ。特番の打ち合わせに呼ばれたメンバーがアンケートを書いてと言われ、そこにこの後仕掛けられるドッキリが書かれたスタッフ用のマル秘資料が。あーいいですね、これ人間性出ますからね。そうですね、いいよ、どういう人間かが分かりますからそこに書かれているドッキリ1つ目、打ち合わせ中にモニターに霊が映る。怖い。2つ目、出されたお茶の下にゴキブリが。3つ目、椅子の下にバレバレのブーブークッション。それなりにだって、まあ黒木さんなんかね、ドッキリ番組がよく出てるわけですから、それなりにはやってくれんじゃないの。結局これを見たとて見ないとて、全力でやらないとダメじゃないですか。結局ね。ああ3人はドッキリの内容が書かれた資料を見てどうするのか。最初のターゲットはアンジェ。こちらにお願いします。あ、はい、はい、ありがとうございます。番組ですアンケートを用意してますので、はい、お気に入りお願いします。はい、10分ほどで打ち合わせ始まりますので、その時にまたお呼びします。あれもう見たよ、見てない。すみません、失礼します。見えたよね、めっちゃ見えました。めっちゃすぐ見ちゃった。もうすでにパシャパシャ。席に着くとすぐに置かれた資料をさーっと見た様子のアンジェ。これを見ていいの。あらもう何かは見ちゃってるね。待って、スタッフ用って書いてある。ちょっとやめて。ここドッキリじゃないの。知らなかったことですよ。するとドッキリの資料を見なかったことにしたアンジェは、まあまあまあ、ちょっとリップだけ残して。リップだけ。ちょっと差したから。差したから。映るからね。マスクするんですけど。絶対に映るからなこの後。どこまでちゃんと読んだかはわからないが、この後カメラに映ることだけは確信した様子。いやわかるわ、なんかそわそわ、あそわそわするよな。うん、あれ見た。めっちゃ見えた。タイミングしてる。はい。お願いします。アンケートのご記入はできますか。はい、あ、すいません、じゃあ別室で打ち合わせルームありますんで。はい、すいません、じゃあ緊張してるもん、もうたかだか打ち合わせでもう緊張してるもんお願いします。よろしくお願いします。でっかいモニターあるで、おい絶対変だもん。さあアンジェはどんな反応を見せるのか。こじらせる。あ、三つ目やれるのか。こじらせ、何かこじらせてることが自分しかアンケートを見させていただいて、はい、コスメとかいう化粧品とかが大好きで、はい、ちっちゃい頃からその美容とかも。あれ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 、これ見られるのはず。もうドッキリですよね。どうしたんですか。食いつかれすぎたんかな。しかし再びモニターに霊を映すと、今度は捨てられなくて、収集もう一回映んねや。使えるの。あれなんでない。なんで1回目より2回目の方が怖い。え、お化けとかいます、この部屋。あら、やだやだやだ、私見えないタイプ、見えないタイプ、見えないタイプ、やだ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 
さらに何こんなこと初めてなんですけど。ないですか？ないです。どの部屋使ってるか。むずっ！わぁ見て恥ずかしいんだけど。だいぶ恥ずいよね。こんなグラデーションで上がっていくドッキリ知らんもん。リアクションが。普通はだって下がっていくもんやもんなって何回も見て体勢がつくねんけどお前はあこれじゃやばいって言って上げてってるから、まあ、タレントとしてのその努力というかあやばいと思ってくれてんねんなっていうのはまあ分からんでもないかなっていうのはあるよね。あ続いてのターゲットはドッキリ番組にも出演の多い黒木光。まあ、この人はね、期待できますよね。ちょっと番組のアンケートをご用意してますので、はい、記入の方それ人の見るの楽しいな。10分ほどで打ち合わせ始まりますので、はい、次にまたお呼びします。はい、わかりました、はい、あれもうすぐ見たいの、はい、失礼します。アンジェと同じくまずは置いてある資料をパパッと確認した黒木。こうがっつり見てない。どこまで見たかわからないもののどうやらスタッフ用の資料をアンケートの下に隠した様子。見ちゃいけない、うん、あれマネージャーに言わない。やばいな。でもこっちの方がプロかもね、うん、もしかしたら。これは一体どんな反応を見せてくれるのか楽しみですが。あります黒木さん、ちなみにそんなこじらせてること。ファンタジスタの可能性あるよ。それの一番あれとかは、うん、それこそ私美容とかすごい好きで、うん、さあ、ま、美容ものすごく好きで、美容がすごく好きなんだ。その後もモニターに霊は映り続けているが特に触れることのない黒木。どういうこと。なぜ何も反応しなかったのかドッキリ後に聞いてみると、いやこれはどうするべきなのかなとか思ってワンちゃんお化けは私見えてんのかもしれないなとか思い出して。そっちなん。どういうこと。今日に限って。今日に限って見えてると思ったんや。これをドッキリグランプリのスタッフ見たらもうオファーかけへんいやいやいや、マジで。最後はゼロイチの絶対的エース桃月なし子。こちらのソファお願いします。はい、わかりました。また呼びに来ますので、はい、はい、お願いします。早速資料に目を通す桃月。すると他の二人と違って完全に明らかにじっくり読んでいる。なんだおい、おい同意書ぐらいの読み方してるぞ。しかしここで桃月が驚きの行動に。なになに。どうやら写真を撮った様子。めちゃくちゃ LINE してますね。多分ね誰かに言ってんじゃないですか。聞いてそうですけどワンちゃん、それこそねアンジェ、ひかりちゃん、なし子って書いてると思うんで。実はこの時アンジェの LINE になんと桃月から質問が。ねえこれやった。まだ受けてないのにこれ置いてあって見ちゃって困ってる。やっぱ一人では抱えきれんかったんすね。しかし、あおみんはその行動を予想、予防策を取っていたんです。え、怖い。すごいな。アンジェが、うん、既読スルーしとって、なんか送ったって、うん、でも送ってない。既読スルーって嫌よね。何に言ったら気に入って。アンジェの返事を待ってるや今。打ち合わせしながら。あ、わかりました。お願いします。LINE トイレですか。はい、アンジェの返事を待つ時間稼ぎか。トイレへ行く桃月。既読はついてんのにっていうね。アンジェに既読スルーされたままようやく打ち合わせ室へ。アンジェと黒木と違ってドッキリの内容を全て見た桃月。裁判所からの署名みたいな。これはもはやドッキリを受けると分かってリアクションをするほかない。まずは一つ目のドッキリから。これ今のところ成功してるやつ一人もある。そんな私こじらせてるかなって思ったんですけど。芸能でもっと売れたい、ざっくり言うと。
芸能でもっと売れたいっていう状況なんですけども、あれ？なんだろうこの、あの出会いが多いじゃないですか。そうですね。あ、はい。何何何？どういうこと？何なん？利害を持ってんの？何なん？なあ。ドッキリの内容をすべて見たはずなのに、まさかの無反応。それならだと、続いてはお茶の下にゴキブリがあるというドッキリ。すると、うん、でもまあもうご進化が問われるよな。行くぞ。下手。こっちがびっくりしてんけど。褒められたい。ゼロイチファミリアは褒められたい連動 YouTube ゼロイチ TV。番組で紹介された動画以外にも熱い動画が満載。詳しくは番組ホームページをチェック。もし事前にドッキリの内容を全て見たらどんな反応をする？お茶の下にゴキブリ。桃月、自然にドッキリにかかったように見せられるか。ねえ、そんな欠落してるのことでもないと。でもまあもうご進化が問われるよな。行くぞ。あれ行くぞ。出たこっちがびっくりしてんけど。それでは問題の桃月のリアクションをもう一度。行くぞ行くぞ。さらに椅子の下にブーブークッションドッキリでも。え、次ちょっと移動していただいて写真だけ撮ってもらっていいですか。不自然ですね。あれ？もはや丸見えの状態だが、桃月、自然に引っかかれるのか？ああ、どんな感じ？助走つけた！助走つけた！助走つけた！ちょっと鳴らしに行った！めちゃくちゃ下手い！ゴキブリはやっぱりひどかったよね。これはひどかった。見てなかったらこんな反応できないんで。うん、あ、ガチやったらどういうことなの？何も反応しないと思いました、ね。あ、そういうこと？あれ、結構マックス。これどうですか？花咲とかは自分がこの状況に置かれたらどうします？うん、そうですね。でもまあちょっと言いづらいですけど、私だったらもうちょっとうまくやれるかなっていうのがありますね。じゃあ花咲今全部見ました、はい、打ち合わせ俺とじゃあやるっていう体でモニターに例が出た、はい、いやこじらせ、ね、女子っていうあれなんですけども、どうですか、そのこじらせてる部分ってありますか？そうですね。いや絶対無理よこんなやつ、絶対無理よこんなやつ。だみたいなさ、下手下手下手。ゴキブリと同じだよ今。マルプちゃんはどうですか？私も今言おうと思ったんですけど、先輩方よりできるんで、今レオさんの見て怖くなったので言えない。一応やっとくじゃあ。ねえやつ。いやどうですか、こじらせ女子っていう番組ですけども。いやあんまりこじらせてるみたいな自覚はないんですけど。そうですか。でもあまあまあまあその声量の感じは良かったよね。花咲よりは良かったんだね。レアよりいいよ。続いては森田課長を騙せ本物は誰だ。本物は誰だ。またゼロイチメンバー6人の中から森田課長が本物1人を見抜けるかという対決企画。最初の勝負はカラッシュクリームを食べた人、本物は誰だ。6人一斉に食べて誰がカラシ入りのシュークリームだったか、その一人を森田は見抜くことができるのか。これもバラエティの王道ですから、はい、中う、ね、もうどれだけ辛いかとか俺分かってるから、これは多分見破れるわ、マジで。はい、リアクションをするのか、辛くないリアクションをするのか、まあ、自由なんで、特に触れるかわからないです。全員が同じリアクションじゃないってことや。そうです、そうです。はい、それでは
シュークリームが届けましたので、来たー、だって緊張する。これは誰がどれ取るとか誰がからしとかっていうのも分かってない状態よね。分かってないです、どこに入ってるか分かりません。怖い怖い怖い。いやなんか怖くない？まだですよ、まだですよ。もう一気に行ってくださいね、じゃあ皆さん。じゃあいきます。はい。せーの、いただきます。あー、嘘くせえな、アンジェ。なんか誰かをかばった感じするな。あれ？あ、結構むずいな。結構むずいな。はい。アンジェだけは多分違うと思うねんな。なんか多分途中で気づいてんな、私もやらなみたいな感じがあってんな。なんかあの質問とかあれば大丈夫ですよ。どうでした、林さん、どうでした？いや、うん、美味しかったです。美味しかった。林さんは美味しい方ね。桃月のこの水めっちゃ飲むのもなんか嘘くさい。これな、全員嘘くさいっていう分かりづらさやねんな。そのあー、そうか。すいません、あの実は私からしだったんですっていう人誰ですか？あ、最初え、あ、二人、あ、そうですか。え、アンジちゃん違うの？その反応違う、アンジちゃん違うね。違う、全然違う反応したよ。あれ、なになになに、あれ、ちょっと自滅してってない？あれ、待って待って待って、え、まさか、ちょっと待って、ちょっと待ってや。じゃあ、アンジがっていうことなん、これ。わかりました、行こう、じゃあアンジ。それでは正解は、そこだけ仕込まれてんの？本物だ、誰だ、嘘だ。6人のうちからし入りのシュークリームを食べていた本物はアンジェ。そこだけ仕込まれてんの？本物は誰だ？私、ね、すごい、すごい、マジで。え、花咲どんなリアクションしたっけ？私はあのちょっと涼しい顔してた。いや、インになってました。こう目立たないようにどうしようと思って。確かに存在感なかった。うまいわ。そう、存在感なかった。そうそう、俺もなんか多分本能的にあの嫌いやから多分見えへんようにしてた。ひどい。辛かったのに。あ、そう、めっちゃ辛かった。いや、本当は2杯飲みたかったんですけど、早すぎたらやばいと思って私我慢してたんですよ。そういうことね。そうです、この2人はブラフやったんや。そうです、アンジェに騙されたらマジで腹立つ。いや、ナイスです。あ、ちょっとむずいなこれ。続いての勝負はガチエピソード、本物は誰だ。今からこの6人の中の誰かのエピソードのタイトルが出ます。全員がエピソードを話すのではなく、森田さんが質問していく形式でお願いします。一人ずつじゃあ質問できるってことね。そうです、まあ、こっちの方がまだ当てれる可能性はある。確かに。それではエピソードのタイトルを発表します、ファーストキスはカーテンの裏で。はい、私を含めた誰かのエピソードになっておりますので。マルピ、これ何歳の時なの？これ中学1年生ですね。中 1？ はい。中1の時に どこで？学校、教室ですね、教室。あ、教室のカーテンの、はい、同じクラスの人だったんで。おあ、めっちゃ恥ずかしいですね。みんなの前でファーストキスの話するのめっちゃ恥ずかしいですね。嘘くせえ。嘘くせえな。もう全部が嘘に見えてる。アンジェはこの時は何歳ですか？あ、小6です。え、小6の時。小6で、6のどこで？教室。教室、どういう子やったの、その相手は。相手、相手は、まあ、普通に仲良かった男の子。何くん、何くん、田中。え、田中みつるくん。田中みつるくん。みつるって呼んでました。え、みつるって呼んでました。田中みつるくん。林さん、これ何歳の時ですか？私ですか、うん、私は中学生、中学1年生ですね。友達の家でこうみんなで遊んでて。中1の時に。で、何人で遊んでたん、それ？
4人ですかね。お男女22。そうですそうです。お中1から。はい。それ何なの、それ当時彼氏なのか好きな人なのか、何なのそれ。あ、でも後に彼氏になります。さっきキス始まりで中1で合わせてる。何の先、これは何歳でいいですか。これは私高1の16歳ぐらいだったんですけど、その時その学校ではそのカーテンの中にこう男女で入るっていうのが流行ってて。そんなわけないやろ。待って待って待って、違う、それどんな地域やねんそれ。おいほんで流行ってない、ね、怪しくないからその学校の中では。流行ってるからな。そうで、待って笑いすぎですよみんな。それで、まあ、ちょっとチューしちゃおっかみたいな感じでこうチューしたのが私の。それ付き合ってないんやろ。だっていや私その時付き合ってます。あ、その彼とは付き合ってない。はい、そうそうそうです。黒木さんこれは何歳の時。私本当年長さんの時なんですよ、幼稚園の時。超えます本当に。で幼稚園の時すごい私のこと好きでいてくれてる男の子がいたんですよ。何くん。たくみくんです。たくみくんね、なんかすっとたくみとは出ないもんね。普通に仲良かったんで、お両親が、うん、それであの家で普通に遊んでてる時に、うん、あのカーテンの裏でシュッてされた。されました。あーなんかそれだから、それがファーストキスって言ってんのやなっていう記憶です。公にな、はい、分かるよ。ああ女性タレントのエピソードとしてはそれぐらいがちょうどいいでしょう。モッツさんこれ何歳の時ですか。私高校1年生ですね。放課後あの、うん、授業が全部終わった後だったんですけど。学校で。あ、そうです、学校です。私の学校って部活動に絶対入ってないといけなかったんですよ。でも部活嫌いだったんで週に1回30分だけの部活動に入ってたんですよ。週に1回30分だけの部活動って何。環境美化部って言うんですけど。環境美化部。ああ、まあまあリアリティはあるよね。、はい、あったよね。あ、そうなんですよ。そういうのあったよな。はい、してたんですけど、あの先輩なんですけども、先輩も部活やってなかったんで、そうだから一緒に帰ろうって話をしてて教室で待ってたんですけど、もう誰もいないから、でも先生とかは通るじゃないですか。恥ずかしいから勝手に隠れて。あ、それがファーストキス。あのね、一番リアリティあるのはやっぱり黒木さんかなと思うよね。なんかこのエピソードのリアリティ、うん、やっぱな、その付き合ってないっていうのが。もう行きますわ。はい、もう分かりました。黒木さん、じゃあいいですか。はい、はい、正解は安いね。もう他も使えへんやろどうせ。誰だ。はい、褒められたい。ゼロイチファミリアは褒められたい連動 YouTube ゼロイチ TV。番組で紹介された動画以外にも熱い動画が満載。詳しくは番組ホームページをチェック。ファーストキスはカーテンの裏で。このエピソードの持ち主は。ここは誰だ。はーい、はい。いやでもなんか本当にちょっとオープニングからのこの流れすごい嫌でした。そうよね。何そこ、ほんまな。あ、でも本当ですよ。4人ではい、遊んでて、先輩だったんで、2個上の。中1と中3です。林さんは中1。中1です。で、同級生と先輩と。同級生の女の子と中3の男性2人。男性2人。あー、すごいな。あ、もう中1の時にはあなたのその今の感じはもう出来上がってたんですよ、じゃあね。いや、そうかもしれないです。この番組は TVer 動画イズムで配信、 YouTube でも公開するので要チェック。